日本青森県弘前市の手町土手町は、江戸期から現在にかけての青森県弘前市の地名。郵便番号は036-8182。2017年6月1日現在の人口は514人。世帯数は274世帯。弘前市の市街地域に属する。青森県道2 6十号石川桃田線。青森県道3号弘前安岳味ヶ沢線沿い。 南東から北西に斜めに伸び、南端は土手町と松森町と大町の交差点から始まり、一番町に至る筋道の町。土手町内を上土手町、中土手町、下土手町と三分しても呼ばれ、松森町よりが上土手町、土淵川をまたぐ蓬来橋から先が下土手町、その中間が中土手町と呼ばれる。中土手町と言われるのは、 青森県道127号石川土手町線の終点、そして大館町方面から来る、青森県道3号の交差点から先で、下土手町のスクランブル交差点を直進した、一番町の交差点まで一方通行になる。それゆえ、広南バスの一部の路線は、往路、袋が一部異なる路線もある。また、多くの路線バスは当地を経由して運行される。 もともと職人が多くいた職人町で、現在は多くの商業施設が並ぶ。古くは、官営末年頃に町屋として町割りされ、173軒の町屋があったとされる。1649年の広崎国え図によれば、町名は記されてはいないが64軒の町屋が並び、職種は大工、家冶屋、おけ屋、銀屋、室屋、いさばなど、 昭和では、大阪や、和島や、江戸屋など屋号のあるものが多く、他に、タバコや、酒屋など商工入り混じりの町を形成したとされる。など私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。上記の期間は、広南バスの路線の一部は、マス型、南河が、町、都庁経由で運行される。角川日本地名大辞典に青森県。ありがとうございます。